こんにちは、不夜城ギャラボベーロ続きやっていこうと思います。これをね、取り忘れてたっぽいんで、ピグマリオン4個ですね。よし、なんかないよね。この奥から探索続きやっていきます。めちゃくちゃ広いんだよこの街。前回探索が終わらなかったという。すごいの、なんか奥に見えるよ。ワクワクするなぁ。何回ここ行っただろうこの道何回行ったか、めっちゃ覚えてるわ。きっと、なんだ、坊主たちも闘技場で戦おうってのか。覇気があるのはいいが、あれは弾は取るか取られるかの勝負だ。くちばしの黄色いひよっこじゃ羽ばたく間もなく叩き落とされちまうぜ。そう、闘技場があるんですけど、あの、後々ですかね、この坂を上がれば闘技場までもうすぐだって。ちょっとワクワクしたね。無人みたいな人がいる。ハーブだ。この道の終わりにそびえてんのがギャラボベイドが誇る悪徳の権限、闘技場さん。出されたお題に従って人がモンスターと織りなすドラマには一当たりとも同じ筋書きのものはないんだ。お題とかあったっけか。そうか、ここ行けるはずだよね。これ登るのか、これか。ねえ、どっち向き。はい、着いた。ポツンと置かれてるこの端末、何のための機械だろう。どうやったら動くのかな。じゃあまだ入れないのか。小さなカードスロットが取り付けられている。アイテムがないとちょっとこの先行けなさそうですね。ここも結構通うことになる場所だと思うんですけど。にゃー、残念ながらもういっちゃう、ジャンプ行けないです。まだ、ちょっと後々行こうと思います。よし、すごい、おや、大きな看板だな。頭ぶつけないように気をつけないと。ジャンプ、もういっちゃう、頭ぶつかんない。うまいこと頭ぶつからないぞ。小さくて地味な看板にさらに小さい文字で診療所って書かれてる。休業日の予定が書いてある。その日に怪我しちゃった人はどうすればいいの。本当だよね、本当だよ。ここが診療所だから後で来よう。ワンコがめっちゃ寄ってくんだけど。ワンワン、デイビッド、おっと、休館ですか。ナイスタイミングですね。ちょうど今先生の手が空いたとこなんです。どうぞ入ってください。へー、あ、ラッキーカードだ。ラッキー。オーベン、闘技場で戦いたくてもエントリー料金が払えなくて諦める渡り鳥さんも多いらしいがな。エントリー料金さえ気前よく払えないようじゃモンスターに勝つなんて土台無理だぜ。金か、金は力か。兄、私は小さい頃溺れてたところを赤いジャケットの女渡り鳥に助けられたので、彼女みたいになりたくて私は渡り鳥になったんだけど、まだ一度も出会ったことがないのよね。他の渡り鳥とはいろんな街で出会うのに不思議なものよ。赤いジャケットの女渡り鳥、はぁ、誰だ。レベッカさんは違うっけ、赤じゃないっけ。大きな入り口、人間が通るだけの大きさじゃないよね。入ってみよう。出た、サリーだ。ニエの叫び師闘技場、流血の祭壇闘技場にようこそ。ここはいつでも血気盛んな若者を大募集中よ。会話、この闘技場を仕切ってるのは私、サリー・ユンカース。サリー・ユンカース、ピチピチの子羊ちゃんたち、今日何をお望みなの。焼くのも蒸すのも名人級のシェフを揃えてるわよ。というわけで、いつかここまとめて闘技場挑戦しようと思います。あの、サリーちゃんの面白い実況も聞けると思うんで。すごい建物だよな、上のぐるぐるしてる光ってるやつとか、青い、すごない？なんだこの建物、豪華だな。で、左右から出口、あの、外にも出れるというわけで、とりあえず診療所行きますか。目的地ここだから。これはよし、邪魔します。
先生、休館です。ちょっと見てやってくださいよ。なんか、酔っ払いみたいな先生だけど大丈夫か？ミーシャ、ブラッキー。なんだ、まだ生きてるじゃないか。手遅れになってから来てほしいんだ。まあいい。そこにちょいと横になってごらん。あ、レイモノさん元気ですか？ネクタイ短くても。世話かけたな。ありがとう、柔道。何より、お前も無事でよかったよ。で、嬉しいね。やっとこっちで再会できたもんね。シエル村の人と。一見めちゃくちゃなようだが、的確な応急処置が施されていたおかげで、この程度で済んだのだ。ガウンのおかげかー。とはいえ、あちこちの骨がボキボキなのでな。しばらくは安静にしておかなくてはな。あの脂肪があってもボキボキだったんか。我々は診療所の外で待っていよう。いろいろと積もる話もあるだろうからな。母さんや村のみんな、あれからどうなったの？ポットに乗り込んだのは、私が最後だったからな。脱出までは果たしたのだろう。だがその先は、みんな無事だといいのだが、そっか。わかんないのか。大丈夫だよ。きっとみんなどこかに流れ着いたはずだよ。だから心配ない。アクタレの柔道に元気づけられるとはな。それでも不思議と大丈夫な気がしてくるもんだ。ああ、きっとそうだろう。柔道がそういうのなら、みんなどこかで元気にやってるに違いない。なあ、柔道。すごく慌ただしかったけど、いろいろ知ることができた。僕は今まで何も知らないまま生きてきたんだって。そうか。これからどうする？みんなの行方を探すのか？やりたいことがあるんだ。知りたいこともたくさんある。母さんや村のみんなは、僕のやりたいことの向こうに待っている。そんな気がするんだ。あの少女のそばにいてやることか？うん。ユーリーは言ってた。これ以上自分に関わると、もう後戻りできないって。でも誰も時間を元に戻せないのなら、どんな生き方をしていても、それは後戻りできない生き方なんだ。だったら僕は、僕のやりたいことがしたい。今はユーリーを守ってあげたいんだ。柔道、お前少し背が伸びたんじゃないか？え、そうかな？そうでもないと思うけど。なんだか恥ずかしいな。じゃあ僕そろそろ行くよ。また来るからさ。外に出れば変わるものだな。柔道も成長したよね、この短期間で。あんな稽古サボってた柔道が。お待たせ。もう良かったのか？うん。あれ、ガウンは？俺言いたかったのに。別行動ですって。酒場に繰り出すんだとさ。いいよな。お子ちゃまのお守りをしなくて済むなんて。あるのだって子供のくせに。何言ってんだ。あれ、じゃあどうしたらいいんだ？ミーティングする？ワンコついてくる。ありがとうございました。このワンコには闘技場の出る肉の破片をあげてる。だから人間に寄ってくるってこと？だからなのかな。こいつ人間の匂いを嗅ぐとハハ言ってよだれ垂らして追っかけるんです。もっと教育しないとダメですね。やばい、だから追っかけてくるのが。なんちゅうこった。ワンコもどっちも尻尾すごいフリフリしてかわいいな。尻尾フリフリかわいい。こいつ
あともう一回入ってみるか。どうしよう、ミーティングして。今俺がこうしていられるのも柔道たちとあの熊のような男のおかげだ。ガオンとこ行くんかな。本当にありがとうな。骨がくっつくまでこの男はうちで面倒見てあげる。大丈夫かな。その分のお金はコートの男に前払いしてもらっておるから安心してくれてよいぞ。え、コートの男、ガオン払ってくれてってこと。あいつそんな金ねえだろ。どういうこっちゃ、どういうこっちゃ、どういうこっちゃ。ガオンとこ行くか。ガオンどこだ。ミーティングするか。これ読んだっけ。巡礼地キュレーンや、この町カリウシオンにまつわる遺跡はファルガイアの各地に残されています。聖カリウシオンは最初のパラディエンヌと呼ばれ、その足跡はいくつかの伝承に記されてるんです。パラディエンヌ、ユーリーの使う魔術と関係でもあるの。直接は関係ないんです。もう千年も前の人物ですから。ずいぶん昔の人なんだ。聖カリウシオンを尊ぶ後世の人々は癒しや守りの術を磨き身につけることで誰かの助けになろうと努めました。誰かに対するいたわり、困難に向き合う強さを学んで聖カリウシオンみたいになりたいって思って。私もそんな一人なんです。じゃあユーリーもパラディエンヌというよりパラディエンヌになりたい人なんだね。そうかもですね、正確には。なんか言い過ぎた感じする柔道。あるのは死んじゃったお母さんに会うため飛行機械の操縦を教わったんだよね。まあそうだけどよ、それって昔の話だぞ。飛行機械で天国目指そうってんだから、それなりに子供っぽかったんだ。年相応だったと言ってもらおうか。今のお前の半分くらいだったんだぞ。たく考えてみれば6歳や7歳のお子ちゃまに飛行機械の操縦を教える親父も親父だぜ。確かにな。6歳や7歳で操縦を覚えるあるのが一番どうかと僕は思うんだけどな。ところでよ、お前の親父さんはどうしたんだ。そうなんだよね、柔道のお父さんって今まで何の話も出てないんですよね。お袋さんの話は聞くが親父さんについては全然じゃねえか。うん、父さんいないんだ。ずっといなかったから特にあんまり考えたことなかったよ。お前ってはつくづくシンプルな生き物だな。シエル村では子供は僕しかいなかったからね。そっか、アンリ先生をはじめおじさんたちはみんな父さんみたいな感じだったよ。それなりに不自由してないってわけか。とんでもない、いたずらを叱られる時なんて四方八方から怒鳴られるんで。そっか。ひとしきり怒られたらしばらく耳鳴りが止まないくらいさ。だけど悪いことばかりじゃないだろ。例えばよ、誕生日のプレゼントとか村中の大人たちからもらえたりしなかったのか。誕生日にプレゼントを。よくわからないんだけど、誕生日だからって何ももらってないよ。普通もらえるものなの？柔道。そうか。なるほど。お前が何も知らないのをいいことに、大人たちを示し合っていたんだな。それってつまり。過ぎたことさ、あんまり気にすんなよ。そうか、別に。でも誰かあげちゃいそうだけどな、柔道。可愛いから。子供一人しかいないんじゃね。そんなことしなかったんか。こうして少年は大人への不信感を少しずつ募らせて、
自分もまた大人へとなるのでした。丸。みんなのおかげでレイモンドさんもなんとか無事みたい。ありがとう。ほとんどガウンのおかげであろうね。そうだったね。さて、九段のガウンだが、彼はああ見えて常人離れした体力の持ち主だぞ。レイモンドさん、痩せっぽっちじゃないから、動けない大人を抱えての旅だもんね。本当だよな。体力持っているだけではない。その使い方も心得ている。あれは正規の。しかも応急処置までしてくれたんだもんな。そのおかげで助かったのか。本当ガウンにはいくらお礼を言っても足りないかもね。どうしたの？いや、考えすぎだな。それとも私の可愛げのなさか？なんでもない。私が気を回すとろくな施策へと至らないな。こういうのはあるのの両分だというのに。なんか気になってるのか。パーティー。レイモンドさん、しばらくは安静だけど、とりあえずは安心したよ。安心だよ。よかったな、柔道。よかったのは僕じゃなくて、レイモンドさんだよ。そうではない。柔道が無駄の仲間と出会えたことを言っているのだ。あ、ありがとう。ユーリーもよかったな。え？どうせまた自分のせいだとか考えていたんだろう？そっか。俺たち以外にも助かった村人がいたってことは、まだまだ無事な人たちもいるかもしれない。つまりはそういうことさ。キャラに似合わず殊勝な意見だ。さては柔道に感化でもされたか？な、ば、どうして俺がお子様なんかに。とにかく連中の追撃は負けたみたいだが、人どころにとどまるのは得策ではない。ふふん、このまま一気に振り切るぞ。グズグズしてる場合じゃない。あるの、なんでそんなに慌ててるの？さあな、自称大人のあるのはいろいろ大変と見える。じゃあなんかこれで終わりか。ガウンどっか飲み屋に。この下かな。ティア。ガウンどこにいんだ？怖っ。これ話しかけたっけ？ブラックマーケットを探してるのはあなた？私はずっと待ってるわ。なんて甘い声で言うんだよ。あ、ブラックマーケットの店主って娘？ねえ、そうだったっけ？どうしたらいいんだ、マジでこれ。ここか、バーにいるって言ったよね、確か。おや、ここな。きっと、あ、いるいる。いた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 。よかったー。お礼したかったのに勝手に出て行っちゃうんだもんな。集団行動ってのが苦手なんだよ。しかしどうした？取り立てか？あの親父の治療費足りなかったか？一体いくらかかったんだろう。すげえ高そうだな。あんな闇医者なんて。だからお礼したかったって言ってるだろ。ありがとう。ガウンが助けてくれたから、レイモンドさん。あの程度の怪我で済んだんだよ。ねえ、よせよい。ありゃ、なりゆきというか、たまたま偶然ってやつだ。いい顔してんだ。ところで、おっさん。あんた何してる人？見ての通り、立派な旅人だ。そうか。立派な腹巻きだもんな。見えないから聞いてるんじゃないか。そのいでたちで旅人というには、少々無理があるのではないか？と言われてもな、
本当に旅してるんだからよ。あてはないけど目的はある。ここはまだ旅の途中。そんなこんなでふらふらしている最中さ。なんだラクエルと一緒じゃねえか。そういうお前たちこそ何なんだ。僕たちも旅をしている。どこか遠くに行きたいんだ。誰も追いかけてこれないくらい遠く離れた静かなところに。遠くに行きたいとはそっちこそおかしな旅の理由だな。どこに行くか知らないが、それなら列車を使ったらどうだ。お、列車か。列車ならもっと早く遠くに行けるからな。いいね、荒野をかける列車、いいですよね。列車？平たく言えば鉄の道を走る鉄の車さ。たくさんの人や荷物を機械の力で素早く運ぶことができる。そっか、それを使えば遠く遠く離れたバックライって街に大きなステーションがあったっけな。あー懐かしい。そこからならいろんな土地に向かって線路が伸びている。当てのない旅に使うにはもってこいだ。さてと、こっちも旅を続けるとするかな。ガウンも行く当てのない旅なんだよね。もしもガウンの目的の邪魔にならなければ僕たちと一緒に旅をしない？悪い話じゃないんだがな、俺の旅はそうだな、仕事でもあるんだ。そっか。大人になるといけないな。生活のための仕事が仕事のための生活にすり替わっちまってよな。いやほんとそれな。診療所の治療費とここの支払いなんてこった。思った以上にスカンピンだったとは。道が分かれるまで一緒に行くだけでも楽しいと思ったんだけどな。いや、途中までなら一緒に行ってやってもよかったりするぞ。本当に？ポケットに手を入れて顔色を変えたってことは。おっさん、虫のいいこと考えていないか？持ちつ持たれつってあれだな。こういう縁も大事にしないといけないぞ。いやー、お嬢さんの手料理の味が忘れられなくて。いいなぁ。はぁ、ありがとうございます。調子のいい。まるでアルノが大人になったようだな。ふっ、俺がこんな大人になるかよ。っていうか俺は大人だ。ふっ、改めてよろしく。一緒に行こうガウン。おうよ。いやー、じゃあしばらくガウンが一緒みたいですね。ただし財布の中身と荒事は空っきしなんでな。そっちはそっちでやってくれ。もう、まあ、いいよ。払ってくれたし、いろいろ。バトルにも参加しないってことですね。本当に一緒に来るだけ。で、またミーティングする？どんだけ変わんのかな、これで。さすがに変わりませんでした。じゃあちょっと一回外出て、会話あるかな？ちょっと外出て様子見て、終わりかな？で、武器とかかなりたくさん種類が売っていたので、まあ、稼ぎつつ、アイテム装備整えつつはやっておこうと思います。うまいこと、なんかメルコム出てきてくれると簡単なんだけどな。ゴールばっか出てきそうな気がすんな、あそこ。無限使いで稼ごうかなって思ってるんだけど、ジャンボベアキャットとか、もう出てくんのかな。怖えよし。やっぱイベントだ。突起軍用列車銀星賞特等客室。あ、お母さんだ。私の入れた茶ではくつろげませんか。あなたは大切な客人です。少なくとも
我々があなたに危害を加える道理はございません。この列車で私たちをどこに連れて行くつもりなのですか？みんな無事みたいだ。私たち言うてる。特急軍用列車銀星章はお気に召しませんでしたか？隠れ家と定めたシェルターを落とされ、海面をポットで漂流されて大変な思いをされたことと察しまして、もっとくつろいでお話ができそうな場所、我らの本拠地ガラデレオンへ招待させていただこうと特別に手配したものなのですが、研究もその成果も捨てた私たちでは今更あなた方のお役に立つことはできないと思いますが。困りましたね。どのように説明すればあなたの協力を仰げるのでしょうか？何度も申し上げたように、私たちはあなた方の空想にお付き合いできません。ディバインウェポンなど反国家統合政府のでっち上げたありもしないおもちゃに過ぎないのですから。我々特務局ブリューナクは本来は情報統制や諜報を扱う機関でして、噂の真偽を確かめるなど造作もないことなのですよ。衛星中立自治領のイルズベイル、主に A 級戦犯を中心に戦争の増物を人の目から遠ざけてきた監獄島。なるほど、人の手に余る遺産を隠蔽するにはもってこいのところだ。そこまで分かってるんだもんな。まさか中立の立場にある自治領をすでに陥落させたとでも言うの？人の手に余ると分かって求めるなんて、あなた方軍人の正気はいつも疑わしいものね。使い方さえ誤らなければたとえ兵器でも未来を開けると信じているのでしょう？どう扱うかは私の知るところではありません。ディバインウェポンの使い道は市民の選出した市民の代表の合議によって決定されます。そう、ディバインウェポンは軍人の手に振るわれるのではなく、この星に生きる民の総意によって扱われるのです。あなた方の後ろに立つのは議会騎士団の亡霊なのね。未来を開くのは兵器でもましてや神などでもありません。星の未来を開き、そして強く支えていくのは名もなき人々でなくてはならないのです。全然噛み合ってなかったね最後。どうなんだこれ。え、遠くない？こっちバックライって遠くないかこれ。マジかよ。カデュシオン峠を抜けて、あ、なんか凍ってるところもあった気がする。え、こっち、こっち。遠くねえかこれ。おい、マジかよ。ここ目的地だったよ。何個ダンジョンあんだろう。長旅になりそうですね。多分こっから列車に乗るのかな。なんか戻ってる気もするけどって感じだけど。いやー、じゃあひとまず今日はここで終わりにして、次回ここですね、カデュシオン峠っていうところを抜けて、まあ進めたらどんどん進めていこうと思います。はい、ガオンと一緒でとても楽しみです旅が。では今日ここで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。